皆さん今日も幸せの方向に向かって歩んでおりますよね、えー、皆さんの隣の方もきっと幸せの方向に向かって歩んでおりますそうですほとんどの方は幸せの方向に向かって歩んでいるそこでその幸せの方向に向かっているその方を手を引いてあげたりまた後ろを押してあげようじゃないかという今日のテーマは人を幸せにする人が幸せになるというテーマであります えー、この言葉は最初にですねました私も立石電機のコンサルタントで工場に通っていたんですけどもその工場にはすごい大きな石がありましてそこに最も人を幸せにする人が最も幸せになると刻み込んでありました。それで あのその工場の人たちはなんとですね、えー、創業記念日になりますと、えー、毎月ですねその工場の周りをいつもきれいにきれいに道路も芝生もみんなは買ったりしてるんですねそして一人一本ずつ、えー、桜の木を手に入れましてで自分で壁に植えたりをしてですね、えー、未来の多くの人たちに楽しんでいただこうということを考えましたまた小学校にですね一年生が入学した頃はその 朝になりますと小学校の横断歩道に立ってですね切る旗を立てて小学生を守ろううという活動をいたしましま石一馬はですね「幸せは直接つかめないんだ」と「人を幸せにする反応として自分も幸せになっていくんだ」ということをおっしゃっておられました。パナソニックの創業者これは松下幸之助さん昔松下電器って言っておったんですけどもその創業者はですね あの利益というのは人を幸せにした証であると言っておられました。ですから利益を得たということはその利益を使ってさらなる多くの人たちに幸せのために貢献しようということをおっしゃっておられました。えー、まあ私も最近ではまあ周りの経営者の人たちにですね利益が上がらないと長く前に自分の社会に対する貢献の至らなさを反省しなさいと。 いうことを伝えておるんですけれどもまあそういう意味で今日のテーマは人を幸せにする人が幸せになるまた最も人を幸せにする企業が最も幸せになるということでしたありがとうございました